客様にご案内します。プール前の席は排水がかかることがありますので、あらかじめご了承ください。それではお待たせいたしました。フードパフォーマンスの始まりです。最後までごゆっくりお楽しみください。みんな知ってる？クジラやシャチ、イルカはね、お母さんのお腹から生まれてくる僕たち人間と同じ哺乳類なんだ。イルカはなんと80種類以上もいて、暖かい地域から寒い地域まで世界中の海にいるよ。物の形を見分けたり、チームワークで餌を取ったり、イルカは優れた知性や能力を持っていて、それを子供に伝えていくんだよ。そしてここ名古屋港水族館ではたくさんの命が生まれているんだ。飼育や観察をすることで、今まで不思議だった海の生き物のことがどんどん分かってきたんだよ。それを知ることは、きれいな海が町に、地球の環境を守ることに役立つんだ。みんながこの地球で安心して暮らしていけるよう、海のこと、地球のことを知って考えることが大切だね。先ほどご紹介したクジラ
平やルカは次のうちどの生き物の仲間でしょうか。1番魚類、2番爬虫類、3番鳥類、4番哺乳類。さあ皆さんいかがでしょうか。この中から正解だと思う番号を1つだけ選んでくださいね。私がせーのと声をかけたら正解だと思った番号を指で作って私に教えてください。それではいきますよ、せーの。はい、元気いっぱいありがとうございます。4番の方が多そうですかね。はい、それでは正解発表です。正解は4番の哺乳類です。私たち人と同じ哺乳類の仲間なんです。しかし同じ哺乳類の仲間だと言われても私たちとは生活環境が全く違うのであまり見てきませんよね。そこで今回は人と共通して持っている哺乳類としての特徴をバンドウイルカに焦点を当てていくつかご紹介していきたいと思います。それでは大型画面をご覧ください。まず1つ目は肺呼吸をすることです。水中で生活するイルカたちは頭の上に鼻があり、それを水上に出して呼吸を行っています。この一瞬で息を吐いて吸っているんですよ。続いて2つ目は気温や水温が変わっても体温を一定に保つことができる高温動物であること。ちなみにイルカの平熱は36度から37度くらいと私たち人と同じくらいなんですよ。そして3つ目は体が毛に覆われていることです。と思った方も多いかと思います。確かにイルカの体のどこを見ても表面はツルツルとしていて、どこに向けば見当たりませんよね。水中で生活するようになったイルカの仲間は泳ぎの抵抗を減らすために進化の過程で毛はなくなったとか、実はその名残があるんです。こちらをご覧ください。こちらは当館で生まれたバンドウイルカの生後1週間の写真です。このように生まれたばかりのイルカには口の周りにヒゲが生えているんですよ。このヒゲは生後数週間で抜け落ちてしまいますが、ヒゲの生えていた跡は大人のイルカにも残っているので、皆さんもぜひ探してみてくださいね。そして4つ目、最後は卵ではなく大人と同じ姿の子で母親から生まれ母乳を飲んで育つことです。ここ名古屋港水族館でもたくさんのイルカたちが生まれています。本が生まれのイルカたちを観察していると、もしかしたら授乳しているところが見られるかもしれませんよ。さあ皆さんいかがでしたか。今回はイルカが私たち人と同じ哺乳類の仲間であること、そしていくつか共通した特徴をお話ししました。イルカについて少しでも興味が湧いたよという方はぜひ拍手で教えてください。
ありがとうございます。